はい、皆さん、こんにちは。マグです、えー。本日もどうぞよろしくお願いいたします。えっ、ー、とですね、本日なんですけども、ちょっと皆さんに大事なお話があります。あの、です。まあ、あの、まあ、知ってる方はもう、あの大体ピンとくるかなと思うんですけども、えーとですね、ちょっとですね、あの、困った事態が起きてしまいました。えっ、ー、とですね、あの、まあ、結論から先に言わせてもらえば、要するにですね、ライブ配信をしたんですよ、昨日。でもってそのライブ配信が何だか知らないんですけど、 えーとですバンされちゃいまあのされまくっちゃいましてね、あのー、3、4回やりかえやり直したかな、それでやっとそのあのあ4、5回目ぐらいに、やっとあのー、ライブ配信始めることができたんですよ。うん でもってなんかその理由がなんか一応ちょっとメッセージらしきものは出てきて何だっけなえっとねなんか著作権違反だとかあとコミュニティガイドラインになんか違反するようなそういったあの音声とか映像が流されましたみたいな感じでなったんですけどそれはですねまあ結論から言わせていただきますと全然そんなことしてないんですよあのバンされた時ってえっとね何も音楽流してなかったんです 音楽も流していないし、あと映像もです。映像なんかじゃなくて、あのじ、あのほら、あの待機画像あるじゃないですか。あ,あの待機画像というか、待機画面があるじゃないですか。あの、私がなんかほら、あの、子供の、あの、赤ん坊の頃の写真かなんかで、えー、とマングチャンネル第一形って、もうすぐ始まるよーなんて言ってるような、あれがあるじゃないですか。あれを流してただけなんですよ。流したっていうか、映してただけで、だから別になんかそんなね、調査権違反に引っかかるようなことかなんかの、そういった要素は一切ない。うん。 で音楽の方も流してないから一切ない。でもって、影、え、響、ー、できないのかななんて思っちゃいまして、あのー、もう真っ青だったんですよね。まあ、えっ、ー、とね、昨日、えっ、ー、とね、9時から、えっ、えー、のライブあのライブ配信始めますよというようなお話をしまして、うん、でもって、そのね、15分ぐらい前から一応、待機というか、えっ、ー、と、一応、あのー、 えと配信そのものは始めて、まあ、映像とか流さないような、そんな感じで、まあ、準備していたわけなんですよね。えっ、ー、と、15分ぐらい前から。で、その15分ぐらい前から、えっ、ー、と、もう、あのお越しくださっていた皆さんであれば、もう、あの、昨日何が起きたかというのを、あのよくご存知かと思うんですけども、えっ、ー、と、そう、あの、その後に、えっ、ー、と、要するに、だから9時半、9時半以降とかに、えっ、ー、と、お越しになられた方であれば、えっ、ー、と、昨日何が起きたかってって、あの、よくわからないと思うので、事情が。 まあちょっとお話ししようという,いうふうに思いまして、それで今この動画を撮影しています。まあ、そんな感じで、あの、動画 <laughs>、えっと、ライブ配信かなんかがね、全然できなくなっちゃったんですね。まあでもその後、えっ、ー、と、まあ、さっきも、えー、先ほども申し上げましたが、一応動画はですね、あ違う、えっ、ー、と、ライブ配信そのものはできるようになりまして、それからだいたい2、3時間ぐらい、 えーと、昨日、3時間か、えー、と、昨日、要するに9時から始めて、12時ちょうど、まあ、ちょっと12時過ぎにちょっと用事があったもんですから、あの、えー、と、12時で切り上げまして、3時間ですよね、放送して、で、その間、1回も何もなかったです。えー、とね、またなんか途中でなんか、あの、えー、と配信が途中で止められちゃう、切られちゃう、まあ、いわゆるバンされちゃうようなこともなく、で、あと途中なんかちょっと、 えと桜対戦関係のなんか音楽流したりとかしたんですが、えー、とそれでも全然、えー、と何も反応はなく、うん、あ大丈夫っすねなんて話しながら放送してたんですよ、昨日。うん、もうね、昨日なんか見旗のもとにかなんか流しながらいたんですけど、こんなにドキドキしながら聞く見旗のもとは、見旗のもとへは初めてですなんていうことなんかみんなおっしゃってくれて、なんかすげえ面白かったんですが、でもやっぱり放送してる自分からしてみても、やっぱり参加してくださって皆さんからしてみても、おい大丈夫かよって感じのなんか、 不安,不安だらけの放送だったんですよ。もうビクビクしながらやってたんですが、で、一応、まあ、それで夜中の12時に、えっと、終わらせまして、で、私、それからちょっと、あの、あの、この部屋ちょっと出て、あのちょっと用,だしあの用事に行かなくてはいけなかったので、で、その間、要するに、あの、ライブ配信の、えっと、えっと、放送自体は閉じないで、えっと、開きっぱなしにしておいて、それで、まあ、 えと私自身は参加できないんだけども、まだまだ、ね、新桜のこととか桜のこと,とかなんかあの話あの、話足りない、もっといっぱい話したいとかっていうような、そういった方に向けて、えーと配,えー、と配信は終わらせないでいたんですね。で、そうすれば、まあ、一応、ほら、チャットは使えるじゃないですか。まあ、そんなわけで、で大体明け方ころに、ね、一応戻る予定だったんで、まあ、そしたら一応終了させて、まあ、その頃にはさすがにやっぱりみんな、<laughs> ね、あの誰もいないだろうから、その時に終わらせて、それで、 あのまたアーカイブ化しようかななんていうようなことを考えていたんですけども、えっとね、びっくりしましたね。あの、昨日ね、何時ぐらいだ結局12時に終わらせて、1時過ぎぐらいだったかな。それから1時間後ぐらいですよ。何気なく本当スマホかなんか見たら、えっと、ちゃんもんもんさんですね。えっと、参加してくださっていたちゃんもんもんさんですとか、あと、イカイラの吉正さんですとか、うん。なんかね、えっと、 要は私のそのほらあのえっ、ー、とライブ配信始めますといったようなツイッターお知らせがあるんですけどそのツイッターに対して返信くださいましてマグさんバンされちゃいましたよなんて感じになってるんですよえーと思ってマジえじゃあできてないのと思ってそれでまあ陽太市が住んでその後戻ってきて家にでもって見てみたらもうあれですねやっぱりもうさっき何回もえー、っとそのえー、っとライブ配信の始めの時に何回も見たなんか著作権違反がどうのこうのとかって出ててでもって私その あの開きっぱなしの時の間は全然音楽流さなかったんですよ。全くだからね、そんなにそ、あの、著作権がどうのこうのなんていうような、それは、ただの言いがかりっていうか、ただの間違いっていうか、まあね、皆さんおっしゃってくださったのが、やっぱりこれは、ね俺、YouTube のなんかそのほら、あのー、チェック、要するに監視というのもなんか、AI に頼ってるからあの、おそらく5番だろうと、うん。えー、と誤った番って書いて、まあ、5番ですね、要するに。うん。要するに、機械的なことだから多分間違っちゃったんじゃないかといったような。 そういったお話だったんで、まあ、今回も多分そうだと思うんですよね、おそらく。だって音楽も流していない。ね、映っている画面といえば、ね、自分がほら赤ん坊の頃なんかね顔写真からしか映ってないわけで、ね、何も問題ないわけです。もう100%問題ない、何も。完璧に。うんまあ、だから、まあ、原因はちょっとまだわからないんですね、正直なところ言えば。だから でたまに YouTube ってあるじゃないですか、なんか動画か何か上げようとしてもなかなか上げられないだとか、何か選んになっちゃったとか、そういったことがあったりとか、まあ、たまにちょっとだから調子が悪いときも一応あるのかなといったような気はしてるんですけども、でもねそれはそれとしまして、ね昨日せっかく参加してくださって、最終的に残って、えっと、もっといっぱい話したいということで、あの残ってくださった皆さんに対してはすげえ迷惑かけちゃったよと思って、もうね、申し訳ない気持ちでいっぱいです、本当に。あのー ごご迷惑とご心配おかけしましししままて本当に申し訳ありませんでした <laughs> ちょっとここはねやっぱりきちっとやっぱわびえとかないといけないなと思ってそれでねこの動画まあ急遽撮影することにしました、えー、今日ちょっとねこれからえっ、ー、とね神崎詰めれ物語かなんかをねもう あのもうガンガン打ち込んで、そして動画編集かなんかし、えー、としていこうというふうに思っていたんですが、ちょっと、ね、あその前に急遽この動画撮るあの撮影することにしました、<laughs> 本当に申し訳ないです。なので、まあ、一応対策としましては、一応ね、YouTube の、えっ、ー、と、まあ、ないとは思うんですけど、YouTube の方から何かね変な、要するにあの警告メールだとか、そんなようなものがもしあの来ていないかというのもをもう一回確認します。それでなんか あなたの動画ちょっとやばいっすよとかっていう、<laughs> そんなようななんか計画がなんか来ていたら、これはちょっと守らなくちゃいけない、えっ、ー、と、修正していかなくちゃいけないし、うん。で、あとは、で、そうでなくて5番だよというような可能性に関しましては、だからね、9時、あの例えば昨日みたいな、夜中の9時に始めますよといった場合には、なるべく早めにや、えー、とチャットルーム開けといて、そういう午だから8時ぐらいかなんかで、ね、開けて、一回テストしてみる。うん。 一回テストして、それで、まあ、そこからつなぎっぱなしにするのか、もしくは一回切るのかちょっとわかんないですけども、つなぎっぱなしの方がいいような気がするんだよな。それでもし、ね、途中で切られるようなことがあったらまた立ち直し、下直せばいいわけで。といった具合に、要するに一回ね、ライブ配信から始める前に、ちょっとテストをしてみなきゃダメだなということをやっぱ思いました。今までそんなこと一回もなかったんですよ。うん、だって先週 ね、先週ほら、あの新桜大戦 G アニメーションの,あの最終回直前スペシャルなんてあったじゃないですか。違う違う違う。えっ、ー、と、えっ、ー、と、最終回直前スペシャルが来週にあるんですよと言ったような、そういったほら、ね、急遽ライブ配信やったじゃないですか。うん。でもって、その時は全く何もなかった。今回だけなんですよ。まあ、だからまあ、これが継続的なもんなのか、単、ね、発的なのものなのか、まあ、ちょっとわかんないんですけど、 まあ単発的なものであろうというふうに信じたい。まあたまたまちょっと YouTube がちょっと調子悪かったのかなといったようなところで、まあね、怖いっすよね。だからね、何が起きてるのか本当何、分からなく、わけが分からなくて私もパニックになっちゃいました。本当に。というわけで、えっ、ー、と、ね、昨日、まあ、あのー、3時間、3時間ぐらいちょっと,、えー、と話そのものはできたし、えっ、ー、と、ライブ配信自体は全然無事にできたんですけど、その後がちょっと最後締まりが悪かったなってことで、 ね、ちょっとご心配をおかけし,、まええー、っとしてしまった、そしてご迷惑をおかけしてしまったということで、本当に申し訳ありませんでしたということで、えー、っとご報告とさせていただきたいと思います。また次回ですね、えーっとまあ、1か月に1回は最低絶対やろうと思ってますんで、あ、う、と、んま、定期宣伝通信がちょっと終わっちゃったから、ね、皆さんとら集まる機会がなかなかないじゃないですか。だからそういった意味で、やっぱり私のチャンネルにおけるそのマグチャンネル、えー、っと月1恒例マグチャンネルライブ。 というのをですね、もう本当にあの欠かさずやっていこうかなというふうに思ってます。なので、えっ、ー、とその場を使ってえっ、ー、とまた皆さんと一緒にメシン桜、そして桜対戦、もういろんなお話ししたいですね。<laughs> それをま楽しみにしてやっていきたいなというふうに思っておりますので、まあちょっとですバタバタしたっと本当申し訳なかったんですが、えっ、ー、とですね今後もどうぞよろしくお願いいたしますということで、えっ、ー、とで最後のご挨拶にさせていただきます。さよならバイバーイ今月チャンネルでした。 というわけで、録画終了。